池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフの時間となりました今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いよう形にの AI プランニングと壮大なビジネスと有大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田由美です。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。 番組では皆さんからのメッセージ、ご要望、ご質問をどんどん募集しておりますメールアドレスは7 9 7 f m g i n e 1 c o m 7 9 7 f m g i n e 1 c o m までお願いいたしますスマートフォンでもお聞きいただくことができますツーキャスやリスナジオでお聞きいただけますのでぜひアプリケーションをご活用いただいてお聞きくださいねツーキャスからはコメントもお待ちしております さてさて、本日は2月14日ということで、今日はバレンタインデーですね。日本では女性が好きな男性にレチョコレートを贈る日になっている感じがしますよね、うん。私もその昔はですね、職場の先輩とか上司ですとか、感謝の気持ちを込めてね、チョコレートを配っておりました。 本命チョコはですね、うーん、誰に渡したかな。<laughs> もうなんかあんまり記憶にございませんけれども、えー、私、中学、高校の時は女子校だったので、後輩の女の子がケーキをやってくれたりですとか、美味しいお菓子とか、手編みのマフラーがロッカーに入ってたなんてこともありました。 えー、恋人たちにとっては今日はとってもロマンチックな一日になりそうですね、えー、実は今日私はですね終、まあ、日私の講座を東京で開催しているんですけれども受講生の方からあの早速ですねバレンタインにということでチョコレートをいただきました今日はあのそのチョコレートたくさんいただいたので、えー、ご受講いただいている方たちと一緒にいただこうかなというふうに思っております この海外ではですねバレンタインの風習ってとか過ごし方っていうのは、ね、国によって違いがあるようです。私はニューヨークに少しいたことがあるんですけれども、おじが経営する日本レ,日本レストランを手伝っておりました。であのキッチンスタッフの男の子たちがですね、いつも,いつもありがとうって言って、 お花をくれたりですとか近所のガス,ガスステーションガソリンスタンドのオーナーさんからその方からはチョコレートをいただいたりあとはお世話になった方にディナーに連れてっていただいたということもありました。またあの バレンタインにですね、私が大好きだったアマレットっていうリキュールなんですけど、生まれて初めてお酒をプレゼントしていただいたというのもバレンタインの思い出になります。なんかこう、大人の女性になったような気持ちになって、お酒をいただいたというのはすごく嬉しかったのを覚えています。海外では男性が女性に愛を伝えるというよりは、 感謝を伝えるようなイメージでしたかねさあ皆さんはどんな甘い一日をお過ごしになるんでしょうかとっても楽しみですねいいなあ甘い一日私もなんか久しぶりにそんな一日を過ごしてみたいななんて思うようになっちゃいましたはいではさてさて今日のテーマは行動スタイルということについてねお話をさせていただきたいと思います行動スタイル 皆さん、ディスク理論というのは聞いたことありますかねこれは人の特性行動特性を表したものになるんですけれどもこのリファーラルマーケティングというのには必ず人と人が関わるのでその際に行われるコミュニケーションというのがとっても大切になってくるんです。それのを円滑にするための行動スタイルというのを学ぶ機会もありますし私自身もお伝えしております。 まあこのディスプリ論というのはね古くからの、えー、行動心理学として学問としてあるものなんですけれども今日はその特徴なんかをねお伝えしたいと思います皆さんは何となくあいつもこの人とは話が合うしなんか居心地がいいなーっていう方一緒にいて楽だなーっていう方周りにいらっしゃいませんかまたは この人はなんとなくちょっと話が合わないなとかなんか苦手なんだよなっていう人もいないでしょうかこれはもしかすると性格っていうよりはあなたとお相手の行動スタイルに違いがあるのかもしれません行動スタイルって思った方いらっしゃるかもしれませんね実は人には潜在的なスタイルと健在的なスタイルというのがあります 人の行動特性を分析する方法というのは世の中にたくさんあるんですけれども私はこのディスク理論というのをベースに関係構築やコミュニケーションに活用しております人の行動スタイルはそ、ま、っちに分類されるんですねあなたはどのスタイルでしょうかそれをね今大まかに考えていこうと思いますがいくつか質問しますね ここからは皆さん素の自分で考えてみてください仕事柄とか役職がそうさせるとかこう見られたいとか、ね、こういう風うに思われたいとか、なりたいっていう自分ではなくって素の自分で考えてくださいねではお聞きします一つ目皆さんは意思決定をするときにパッパッ 早く決めてしまう方でしょうかまたはじっくり慎重に決めてから決めますかさあどちらでしょうはい、私は早く決めちゃいますっていう方も、ね、あいっぱいいるかなそしていえいや私はじっくり慎重に考えて決めますよっていう方もいらっしゃいますね。はい、もうそれはそれでね、自然体でそのままで結構です。では2つ目お伺いしましょう。 あなたはその意思決定をするにあたり、理論やタスクを重視して決めますかまたは人間関係や感情を重視するでしょうか理論、タスクか、えー、人間関係、感情を重視するでしょうかこの意思決定のスピードと重視するものというので、この行動スタイルは4分割されるんですね。つまり、 早く決めて、タスクを重視する人を D、ドミナントという言い方をします。アセンティブではこれをゴーゲーターというオリジナルの名前をつけております。そして2つ目、早く決めちゃって、パッと決めちゃって、人間関係や感情を重視する人。この方を I、インフルエンスのプロモーターというふうに言います。 またはじっくり慎重で理論タスクを重視するよという方をし、クリティカルシンカー、ねえー、エグザミナーという言い方をします。そしてじっくり慎重で人間関係や感情を重視する方。この方を S、スティーブネスですね。えー、またはアセンティブではナーチャラーという言い方をします。 それぞれの特徴、ね。このドゴーゲター、プロモーター、エグザミナー、ナーチャラ、それぞれの特徴をお話ししていきましょう。もし可能でしたら、ぜひメモも取っていただくといいかなと思います。まずは D のゴーゲターの方たちですね。この方々は、目標意欲、達成意欲っていうのが非常に高い方たちなんです。ゴーゲターがよく使う言葉に、勝つとか結果ですよ チャレンジなんていう言葉があります。この方々は人に対しての判断が非常に早く、これはビジネスになると思えば付き合うし、ならないと思えばすぐに次の人に行ってしまったりします。全部自分でやりたい。仕切りたい。コントロールしたい。考えるより行動が先。この人々はすべて行動が早い。 つまり、しゃべるのも早いし、食べるのも早いし、歩くのも早いという方たちです。このまたゴーゲターは、交流会などはビジネスのチャンスと捉えて参加することも多い。まあ、こんな特徴がありますね。じゃあ、皆さんはどうですかこれに当てはまる方は、えー、ぜひですね、えー、はいはいってメッセージください。この方々をゴーゲターというふうに言います。 そして続いて2つ目アイインフルエンスの右上の方たちはプロモーターという言い方をしますプロモーターこの方たちは意思決定が早くて人間関係や感情中心の方々ですねその方たちの特徴を申し上げましょうこの方々はとにかく明るいのが大好きなんです明るくてポジティブ楽観主義な方もね多いですねプロモータータの特徴は 声がとっても大きいんです。そして常に人の中心にいたり、輪の中にいたり、ステージの上にも立っているなんていうことも多いでしょう。人と出会えたら OK。この方々は4つのスタイルの中で一番実は承認欲求というのも高いんですね。受け入れられたい、分かってほしい。この方々のスタイルとして また人や物を勧めるのがとっても好き、そしてとっても上手というのがあります。もういいと思ったら、えー、相手のね、了、えー、解を取るとか、そんな関係なく、とにかくいいからおいでよおいでよって手を引っ張ってでもそこに連れて行っちゃうなんてこともよくあります。また、このプロモーターがよく使う言葉で、だいたいとかほぼほぼとかざっくりなんていう曖昧な言葉というのを使うことも多いです。また えー、この道をピーッと言ってそううチャ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 ッと角を曲がってツッといったらねえ着くよーなんて言って擬音語というのも非常に多いというのも特徴です人や仕事の成果に対しては、えー、ちょっと緻密さに欠ける点もあるかもしれませんねそして、えー、この方たちというのは、まあ、とっても大らかですから人をとっても集めてくれるそしてこの人たちの発信力というのが非常に強いというのが特徴としてあります そして3つ目 S のナーチャラーですねこの方たちはじっくり慎重で人間関係や感情で重視するという方たちですこのナーチャラーこの人たちは人のサポートをすることが大好きな方々ですこのナーチャラーという語源はナースから来ていますつまり人を養生するというようなこ、ね、とですねこの方たちは物静かで 優しししい話し方をしますそしてナーチャラは一人で静かに考えたい安定した状況を好むため、えー、ナーチャラにとっては新しいものというのはそれほど重要ではないんですね慣れ親しんだやり方で従来、えー、のやり方で成果を上げようとするつまりルーティーンとかの方が、えー、上手だったりします そしてこの4つのスタイルの中では一番の聞き上手というのも特徴としてありますねはいこんなナーチャラでしたそして4番目 C のエグザミナーですねこの方たちはじっくり慎重で理論タスクを重視する人ですエグザミナーは物人場所情報などを詳細に分析する傾向にあります、えー、数字、 データ情報これをとっても欲しがりますなぜならばこの4つのスタイルの中でイグザミナーは最も安心安全志向の人たちなんですつまり数字が根拠であこれはできるなとか過去のデータからするとこれはどうかななんていうふうな判断の仕方をするということなんです このエグザミナーの方々は無口でシステム,システムを好む傾向にありまた感情を表に表すことも少ないですね。とっても質問が多いですエグザミナーいっぱいいろんなことを聞きますなのでちょっと口うるさくて理屈っぽいって思われる方も多いんですけれどもえ実はたくさん質問することで自分の頭の中を整理しているということがあります。 これらの4つのスタイル、今ね、ざっくりとお話をしてしまってるんですけれども、この4つのスタイル、これ分かるとね、非常にこれ、え皆さんコミュニケーションが楽しくなると思います。今そのね、代表的な特徴をお伝えしていきましたけれども、皆さんはどのスタイルに当てはまりましたか これ自分のスタイルがわかると実は自分自身が非常に楽になるんだなっていうのは私自身が身をもって体験しています、うん、本当私はそうでしたねあだから私はこんなこと難な,なくできちゃうんだなとか逆にあ私は、えー、こんなことだからポイントが全然つかなかったんですっていうのもあるかもしれませんもちろん今はそれで全然 OK です それが今のの皆さんん現状なんですよねでこれを少しずつ皆さんにもお伝えしますし学んでいただくとこれが非常に分かりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。まずは自分のスタイルを知ることこれが非常に楽になります。私自身がそうでしたから皆さんもねスタイル見つけることができますよ。 そしてまたこの行動スタイルというのはきっちり4分割されるってわけじゃないんです血液型みたいに A は, A B は, B o は o AB は BO は OAB は AB というふうに4つにパッと分かれるってわけじゃなくって、えー、どの行動スタイルも混じって実はこの行動スタイルは、えー、参加者を募集しているんですよねなのでオリジナルな配合に皆さんなっていきます誰一人として同じ グラフっていうことはないはずななんですなので、えー、場面とか環境を一緒にいる人の影響っていうのもね少し受けることもあります。これも事実としてあるんですけれどもその時々で、えー、皆さんのこの4つのスタイルで出てくる表に見せてくる、えー、この裏のその人のパーソナリティとか性格というかそういうのもねちょっと見えることもあるかもしれません。 でこんな基本的なスタイルなんですけれども皆さんの潜在的なスタイルっていうのは基本的には変わらないんですねでこれらの特徴をちゃんと理解しているつまりどういう領域については自分はすごく強くって難なく活動ができるなとか逆にあこういう領域のことって私得意じゃないよねっていうのがあると思うんですねこの特徴を理解していれば逆に 全部自分でやらなくてもよくって得意な人にお願いすることができるようになります。それぞれぞのスタイルに強みももああるし課題もありますで皆さんの課題のところをまた全部自分でやるんではなくって皆さんのことを理解してくれる人に、えー、大切にお伝えする。 えー、そんな風にしてみるといいんじゃないかなっていう,うに思います私はそれで本当に人にお願いすることができるようになったら自分がすごい楽になりましたやっぱりここは苦手なんだよなっていうのも確認できました逆にここは得意なところだからガンガンやってちゃうなんていう風にね思えるようになっただけで全然なんかうんある意味ねこう生きるのが楽になったっていうんですかねはいそんな感じになります まずは自分の行動スタイルを知って相手のスタイルを見極めることというのが重要になりますそれを私たちはゴールデンルールと言っていますもう一度言いますね皆さんご自身のことをまず行動スタイルで知っていただきますそして二つ目に自分のスタイルを知って相手のスタイルを見極めるこれがゴールデンルールと言われますそして最後に相手のスタイルに合わせて私が対応してあげること 皆さんのお相手がいてその人のスタイルに合わせて自分が反応してあげたり対応してあげることこれをプラチナムルールというふうに言います相手のいいように扱ってあげるこれとっても難しいですよねですがこれディスクリドンを学ぶとそれが容易になってきますそしてコミュニケーションが非常に円滑になりますねあなたはどのスタイルだったでしょうか ちなみに私はですね、ナーチャラープロモーター SI というツートップ型なんですよね。なので、どっちの要素も非常に強く持っているの、まあほぼ半々で持っているので、場面場面によってナーチャラが前面に出たり、プロモーターが出たりしています。ちなみにこの番組に関しては、もうプロモーターじゃないとこういうのできないので、今、プロモーターの要素でお話をさせていただいています。 <laughs> これが分かると周りの人の行動スタイルがとっってても気になってくるんですね例えば電車に乗っていても職場でもなんか趣味のことで楽しんでる時でさえ周りの人のスタイルが分かるともうこれどう何なんだろうこのどういうスタイルなんだろうってめちゃめちゃ気になるしその対応も楽になってくる楽しくなってくるっていうことがね変化してくるんじゃないでしょうか。 また、このディスク理論をまだ学んだことのない方というのも当然いらっしゃると思いますので、ぜひ一度ご受講されることをお勧めしております。アセンティブジャパンでもですね、このディスク理論というセミナーを開催しています。まずは皆さんがこのディスクをどんなものに使えるかな、えー、考えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ディスク理論めちゃめちゃ楽しいです。私、すごい好きなんですよね。 はい、で、えー、皆さんのね、えー、コミュニケーションが円滑になるように自分のか、えー、強みのところはどんどんそこを伸ばしていって課題のところは全部自分がやるんじゃなくて周りの方にお願いしてそれを成果としてあげてもらえるようにするっていうのも非常に重要ではないでしょうか、はい、ではさてさて私からの、えー、番組のご案内です。 まず、えー、オンラインのリファーラルサクセスオンラインセミナー説明会ですね。これは2月24日木曜日、えー、午後2時から4時半まで。これは全国からご参加いただけます。ウェビナー形式ですからね。えー、全国の方たちからご参加いただけます。えー、ぜひ、もう多くのアッセンティーバーが私の応援,、えー、応援にね。 ここも来てくれると思いますのでぜひ皆さんもご参加してくお待ちしております。そして2つ目、リファーラルマーケティングの基礎を学ぶリファーラルサクセスワンワンとルームフローリファーラルズというディスク理論のセミナー。これは2月は2ーデイズで行います。まずはデイワンは2月25日に 午後時時から6時までちょっと長いなと思うかもしれないんですけど、4時間あっという間です。ル、えームフルオブリファラーズ。紹介でお部屋を満たしましょうとか、お部屋でいっぱい,、えー、い,っぱいの部屋というような意味なんですけど、ディスクリードンの本になっています。これを体感型で皆さんに学んでいただくワークショップにしてお届けしています。 で、この日はですね、まあ、公には言えないんだけど、なんかこう、みんなであわあわってできたらいいな、なんて思っております。そして、デイ2、同じく連続で2月26日土曜日になりますね。これは朝9時から12時まで、リファーラルサクセス101と1丁目1番地という番組になっております。 ぜひこれ、リファーラルマーケティングを学ぶ機会です。これ、えー、沖縄開催のフィーズスクエア裏添えで開催します。ぜひ皆さんはですね、アセンティブジャパンのホームページをご覧いただきまして、そこからイベントカレンダーありますので、お申し込みいただければと思います。そして、本講座4日間プログラム、これは毎月どこかで開催しているんです。ちょうど今、今日の放送も IYB という本講座の 東京開催なので、えー、私がそれに登壇しているとこちらの放送できなくなってしまうので、まあ、今回は事前に、ね、収録させていただいているんですけれどもこの96個のコンテンツが学べるというセミナーを開催しております4日間プログラムイグナイトやビジネス3月19日から22日こちらも那覇市内ということになります ですね、お問い合わせはセンティブジャパンホームページやえ Facebook ページまたは FMB のままでお願いしますえリアルで皆さんとね本当にぜひお目にかかりたいなっていうふうに思ってます、えー、もし状況が叶うんであればぜひですね皆さん私がスタジオで収録する日生中継する日は応援で来ていただきたいというふうに思いますはいでは えー、まもなくね、えー、今日のご紹介になってしまうと思うんですが、この行動スタイル、本当にこれは素晴らしいもので、私自身はこれがなかったら、おそらく自分の進路ですとか、好きなことっていうのを、えー 諦めてしまうとか好きなことをしが仕事にできない悔しさみたいなのもあったかもしれませんね。それをお二人とももっと感情を出しながらお話しされるともっともっと皆さんのコミュニケーションが円滑になってくると思います。では皆さんとおお ねえー、ま,たまだまだコロナが収まるにはちょっと時間かかりそうですけども元気でお過ごしくださいリアルで早くお目にかかる年のを楽しみにしています今週もお聴きいただきましてありがとうございましたお仕事中の方もいらっしゃると思いますぜひ頑張ってくださいそして運転中の方はお気をつけて運転してください えー、今日は月曜日、1週間のスタートです。素敵な1週間になりますように、そしてハッピーバレンタイン、えー、お皆さんね、えー、また来週お目にかかれるのを楽しみにしています。お相手はいけない日でした。いってらっしゃい